さて、今日はですね、遠征はお休みしてるんですけども、武豊騎手は今日は8区だですね。ちょっと2レースが、間もなく多分この動画をアップしたぐらいに2レースが始まりそうなんですけど、ちょっとそれまでになんとか動画をアップできるようにちょっとやっていきたいと思います。まずその2レースですね。2レースは、玉もある体、今回天乗りになりました。ここ2走横山和夫騎手が乗って3着4着と、前走は外から大外でしたね。大外から内を狙ったんですけども、外から足を使った分最後、疲れたのか、4着に敗れましたね。2着はあるかなと思ったけど、最後息切れした感じでしたね。この形で負けは仕方ありません。いろいろ運が向いてくればチャンスはあると思いますということで、今回は5枠6番。ただちょっとこの体勢ホルデがちょっと怖いんですよね。この馬、スタートは早かったんですが、中途半端だった分、間に入られてしまい、外を回ることになってしまいました。ラストは気の悪さを出してやめるようなところも見受けられましたという。結構札幌ダート戦はマジェスティックウォリアーが結構相性がいいのと、今回安城強化で横山武史騎手を敗してきたんで、ちょっとここは怖いかなと。この2頭でちょっと、メトゥスも人気ですけど、多分ちょっと外すぎるかなと。おそらく札幌戦はね、行ったもん勝ちなんで、ただ、他に行くような馬がいないんですね。この小馬前ちゃんっていうのは、これが行くかな。ちょっと時計もそこそこ前走早いとこでやってるから、ちょっと軽量もあるしね、ちょっと若干怖い気もするんですけど、これはちょっと騎手の腕を信じてこの2頭でと思ってます。で、3レース名勝ソムリエ、これ名勝ソムリエは1002、1004、1004で、今回1007なんですね。ちょっと1004は割と走りやすいっていうコメントがあったんですけど、あと左回りがいいというふうに横山武史騎手が、違うな、2走前の前走コメントで助手が言ってるんです。調教助手が、1200m はよりは1400、左回りの方が合うというコメントで、1004で2着3着ときて、その前は武豊騎手が中山で3着だったんですけども、理想的なレースができたのですが、追ってから伸びなかったです。距離は 1200m でも良さそうに思いますが、こういう馬場が不向きなのかもしれません。これパンパン、やや重ですね。やや重がちょっと不向きだったというコメントで、1008はちょっと少し距離が長いというコメントがあったんですけど、で、ルメールじゃなくて芝山騎手かな、ルメールもやっぱ1008は長いという、残り 200m ぐらいで疲れてしまいましたという感じで、芝山騎手が2走乗ったんですけど、1006がもしかしたらベストなのかなという感じもしないでもないですけど、ただもう1007か、札幌だと1007か1000しかないんですよね。だからここでどうするんだろう。札幌、ここは権利取りだけだとしても、5着以内に来てもどっちみち次1007か1000しかないんで、新潟に行くのか、新潟だとか、でも1002と1008だからちょっとどうするのか。新潟1200、左回りのがいいんだったので、こっちの方が、新潟の方がいいのかもしれないけど、でもどっちみち札幌にいるから、権利とかの問題があるから、札幌で走らせるのかな。やっぱ1007でちょっと試してみるんですかね。どっちみち、未勝利だと、あと、実質、今日は20日、1ヶ月半ですからね、どうするんだろうなっていうのはありますね。
で、まあ、馬券的には一応、まあ、丸はつけてるけど、これは今 2.3 倍。ちょっと馬券的にはこの横山武史騎手のスターゲットがおそらく前に行きそうなんで、まあ、四角でアップアップになったって言ってるけど、まあ、もう結構もう乗り慣れた馬ですね。ちょっとこれは怖いなと思ってますね。まあ、まあ、こういう状態本命にしてるんですけど。で、あとはちょっと外に行った分どうだろうなっていうのがあるけど、ミッキースターダムですね。これはまあ芝で、芝しかまだ走ってないんですけど、まあ初ダートにはなるんですけど、まあちょうど砂をそんなに被らなくていい外だし、能力的にはまあちょっと抜けてるとは思うんで、まあこれもちょっと買ってみようかなと。名勝ソミリエもね、まあ期待、まあ実際こうかな、馬券的にはね、こんな感じですかね。で、5レースは威風堂々ですね。ちょっとまあ新馬戦なんでここはパスしますけど、どうだろうな、ダート1700、ちょっとこの辺のヘニーヒューズとかね、ちょっとあんま人気がないな、人気がないからちょっと気にはなるんですけど、まあ威風堂々ルヴァンスレーブ、まだあこれ一番人気だな、一番人気でもどうなんだろう。ルヴァンスウェーブまだ JRA では14戦ぐらい走ってるのかな、12だか14だか走ってて、まだ2着が1回なんですよね。ちょっとルヴァンスウェーブはちょっとなんとなく万世決闘な気もしないでもないんですけど、しかもこの威風堂々は母の父ダンスインザダークですからね、どうだろうな、なんとなく勝ち身に遅いような気はしますね。ちょっとまあここは様子見かなと思ってます。で、6、7レースのこのハレアカラフラっていうのかな、これはちょっと狙いづらいな、今日みたいな1004、今回1002、一気に距離短縮で、まあ一気にでもないか、1004から1002への短縮で、まあもともと1006、1008で走っていて、1200、まあ番組の関係もあるんだと思うんですけど、ちょっとここは、まああと洋芝がね、初めてっていうのもあるから、洋芝適性もどうなんだろうっていうのもあるんで、まあここはちょっと様子見でパスしようかなと。8レース、あ、イッツオンリーユですね。イッツオンリーユ、タケルタが一緒なの。去年、4戦乗ってた。その後乗ってないけど。9レース、これは、北進特別。アドミラルシップは、アドミラルシップ。ちょっと人気だな、でも、まあ、結構でも新馬戦はね強い勝ち方で、まあメンバーもそこそこのメンバーでしたね、で勝ってるんですけど、まあ、これなんか私はこの馬に20馬つけてたけど、ジェンテルドンナの子供でだったんですけど、もう抹消しちゃいましたね、もう繁殖入りしちゃったんですけど、まあ、そのレースでアドミラルシップが勝ったレースでしたね。ウィレム、まあ、これもまあ一勝勝ち切ってるから、まあ一勝馬にいる馬じゃないかなと思ったけど、その後、まあ、ホープフルステークスで4着。これも惜しいレースでしたね。まあ、直線よく伸びたんですけど、まあ、ごちゃついたっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと新エンペラーにね、前カットされたっていうのもあったけど、まあ、4着で。その後すぐ勝ち上がるかなと思って、だけどゆりかもめ賞は案外でしたね。なんか左回りがもしかしたらダメなのかなというのがあるんですけど、で弥生賞はまあ8着ですけど、これもう直線もうほとんど前が壁だったんで、これはもう致し方なしっていうか、まあ位置取りがもう悪かったなっていう感じで、
特性はもうあと前が壁で流れ込むだけみたいな感じだったんで、これは参考外かなと思うんで、まあ再度 2000m、 まああと洋芝適性もあるけど、まあゴールドシップ3区なんで大丈夫じゃないかなと思うんですよね。ちょっと人気にはなりすぎてるな、まあ、ライラックの下ですね、判定ですね。相手は、まあ、ブルーアイドガール。これちょっと前に行きそうなんで、ちょっと前残りが怖いかなということで、まあ、あと北三ブラック三区で、まあ、これは、ちょっとね、函館で2着してきてるんで、短いところで負けてますけど、まあ、1008、2000、距離が伸びてから良さそうな感じなんで、これはちょっと内枠だし、ちょっとこれは怖いなと。あとは前走、武豊騎手が乗ったシルバーカレッジですね。これも、まあ、これも展開次第のところはあるんですけど、まあ、しぶとく伸びてくるんじゃないかなと。まあ、今回、武甲子郎調教師は、今回浜中騎手を結構乗せてますね。メインも乗せてたしな。であとは星雲パシュートですね。これも多分前に行くんじゃないかなと思うんですけど、多分でも外で若干足を使った分、最後、アドミラルシップとか、このシルバーカレッジあたりに刺されるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ一応この4頭で、まあ人気の4頭だけど、ちょっとこれはもう買い方がポイントですね。まあこう、まあ、ここから、まあ流しでいいかなと思ってます。まあ、単勝と、ここから3点ですね。で、次、マイノワール。マイノワールちょっと悩ましいんですけど、まあマイノワールこれ、そんなに前に行ける馬じゃないんで、この内枠がちょっと微妙な気はしますね。まあ、小回りで2連勝してますけど、どうだろう。これ、まあ、外枠、まあ、内枠だったけど、小等数。以前乗った時より馬が良くなってきたね。北海道の芝が合いそうな印象でしたし、今日は完勝でした。これは、まあ、これは鮫島勝の騎手か。ちょっと一番人気になってるんで、ね、まあ、こう3連勝を期待されての人気もあると思うんですけど、ちょっと一番人気は昇和されたかなと。逆にちょっと鳳凰プレミアとかね、この辺が、まあ、前走ちょっと位置取りが悪くなって凡走しましたけど、まあ、前に行って結構しぶといんで、まあ、1008で負けて2400はちょっと長い感じはあるんですが、今度2000になってどうかというところですね。まあ、札幌で新馬勝ちしてますしね。まあ、あとランボ岩田くんが前に行くんじゃないかなと思うんで、このレース結構逃げ馬不在なんですよね。だからどの馬が行くかなっていうのがあるんですけど、まあ、逃げ馬不在なんでマイノワールちょっと下げた評価を下げたっていうのもあるんですが、どの馬が行くかですよね。アナレンマとかも行くかな。でもまあ先行ブラックバール、ちょっとどの馬が行くかなっていうのはありますね。あとブラックバールってジャングルポケットサンクなんですね。ちょっと少なくなってきた。ジャングルポケットサンク、逃げ馬不在なんで、思い切っておそらくフォープレミア行くんじゃないかなと思うんですけど、あとは、鮫島勝馬騎手のギャンブルルーム。これはちょっと実力上位かなと思って、まあ、枠は外ですけど、札幌3歳で勝ってるとか、3着か、札幌3歳で3着に来てますしね。これはちょっと、まあ、この辺、まあ、外野面って書いてあるやつだったんですけど、まあ、しぶとく、まあ、外枠ですけど、しぶとく食らいついてきそうな感じはするんで、一応、まあ、対抗ですね。この3頭でと思ってますね。まあ、ちょっとこのブラックワールもちょっと怖いけど、まあ、いいや、これは。で、メインのラッキーエータですね。ラッキーエータ、ちょっと狙いづらいですね。前走も、前走15着でしたね。まあちょっとどうかな。どれぐらい復調してるかなんですけど、まあちょっと馬券は買いづらいなと思ってますね。
気になってるのはランボー岩田くんのアドバイス。これは多分前に来そうな感じで、一気の逃げ気、これもやっぱ逃げ馬不在なんですよね。だからまあこれが行くんじゃないかなと思って、まあ前残りをちょっと期待してるんですけど、ただ私の馬券成績はね、ランボー岩田はほとんど来ないんですよねちょっとそこが心配だなって思うんですよ。あとはまあ連勝、前走強い勝ち方をしたオーバイトーリですね。これもよく竹幸四郎浜中コンビですね。なんでこれ竹さん乗らなかったんだろうな。こっちの方がラッキーエーターより可能性ある感じするんですけどね。あとはまあちょっとエーシンフェンサーと前走2着、あとマイネルレノ、これもまあ同じレースでしたけど、まあ6着でしたけどね。まあ結構先に勝ちに行った競馬で、まあちょっとバテて3着でしたね。ちょっと展開がね、後ろから来る馬にみんなにドカドカってやられちゃったんで、ちょっと展開が向かなかったのはあったかなと思うんで、まあ、この馬もちょっと含めて、ここはまあまあ、4頭ボックスでもいいな。まあ、ここはちょっと単勝を買って、あとは4頭ボックスでと思ってますね。で、カルパ。まあ、カルパはちょっと気にはなるけど、このレースはちょっと様子見でと思ってますね。まあ、ちょっと人気にもなりすぎてるし、まあ、ダート参戦して、まあ、今回4戦目ですけど、どうだろうなって。まぁ、あ、ちょっと様子見ですね。まぁ、あ、応援はしてますけど、ちょっと様子見の馬券、まあ、馬券買ったとしても、まぁ、あ、単勝ちょっと軽めで買おうかな。まぁ、あ、500円ぐらい買ってもいいかなとは思ってますけど、まぁ、あ、それぐらいですかね。という感じで、今日の8クラですね。また、夕方レースを見て、感想動画を作りたいなと思います。感想というか、解雇と、まぁ、あ、あとは日曜日のね、日曜日の展望ですね。まあ、日曜日まだちょっとそんなに予想してないんですけど、ああ、でも日曜日はそうだ。これがいるんだ。ナムラローズマリーがいますね。ナムラローズマリー、ちょっと、これは気になりますね。日曜日は七倉ですね。まあ、継続騎乗の馬が、5頭で、天乗りはルサントレの、これはよく見たかな、あとはまあ新馬戦ですね。アルデホックス、マルガイですね。まあ、これもちょっと調教とかよく見ないとなと思うんですけど、まあちょっと夕方から夜にかけてアップできればなと思います。それじゃあ。